はい、どうもついちゃんことついのぞみです。今日はですね、土曜日でお休みでずっと家にいたんですけど、メイクもねしないでいいやと思ってしてなかったんですよ。そしたらノアとノアの友達が一緒にメイクをし始めてて、私メイクしてなかったからノアが急に、ママにメイクしていい？ノアのメイクまたやっていい？今のメイクまた違うんだけどみたいな話になって、今から急遽ノアにメイクをされる、してもらうっていう感じになったので、動画回してみようかなと思って回してみました。なのでじゃあいいよなんつって、今ね言ったら4時半前なんですけど、あと1時間後ぐらいにご飯の準備もしなきゃいけないんですけど、今からメイクをしてもらおうかなっていうところまで話しまして、とりあえずスタート。辻チャンネル。はい、ということで、今私がつけてるコンタクトが、私のプロデュースしてるコンタクトのタピオカっていうやつをねつけてるんですよ。で、今この動画がアップされてる時にまだ発売してるかしてないか微妙なちょっとラインだと思うんですけど、トリーティというねコンタクトを発売しましてするんですけど、どっちかな、作ってて、それの私は今タピオカが入ってるんですけど、ノアのメイクはこのトリーティのしめさばですね。ブルー系のコンタクトを入れてるので、このしめさばを入れます。ちっちゃいんだやっぱ、あの方が全然サイズ違う。タピオカと画面越しで見ると割とそんなに違和感はない。このしめさばねつけやすい。普通とこれがやばい、裸眼の時ノアに死んだ魚って言われる。やばくない？違うんだけど、多分今のこの角度がやばい。横のが漏れるんよ。漏れるよ。そうか、ノアは丸顔だから縦の方がちょうどいいのかな。こうやって時のが漏れない。ママ横だからノアはさっきね、ねえ本当にやばい。さっきパパがねパン屋さんでパンを買ってきてくれて、私が好きなこのチーズパンを買ってきてくれたんですけど、これがノアにそっくりだねっていう話になって、失礼だねみたいになったんですけど、パパもかばってくれるかなと思ったらこっち縦で、パパはこうって言った、ノアのこと。いやいや、こうじゃないみたいな、親がねこっちの方が横幅歩くないみたいな。めっちゃ似てる、この白くて丸くてふわっとして感じ、すっごいそっくり。あと1時間だからね、待って一回なんか幅うん、離れもやばい。しめさばかわいいな。しめさばを入れた時はちょっとファンデーションは白目がかわいいよね。はい、いいよ。進まない進まないです。似てる？ここしよ気にしてる。これはゆゆんのスキンベース。てかノアさんの、なんでどういうこと？やらせてって言ったじゃん。なんかやだね、人の鼻触るって。やらせてって言ったの自分じゃん。鼻の鼻開いてる。ねえ、ちゃんとやって。てかノアが言ったんよ。自分の手で塗るの分かるけど。分かる分かる分かる。鼻の鼻開いてて塗るの嫌なんだけど。ベースメイクやらせてって言ったじゃん。うん、ここに来て、爪が目に入っちゃいそう。ないじゃん、爪も。見せてあげて、爪。今のノアの爪の現状。私とノアの手が似てるっていう、ね、これって何なの？何の下地なの？いや、毛穴なくなるでしょ。で、トーンアップするでしょ。全然違うじゃん、最初の私の素肌と。これもイリュンでございます。イリュンの日焼け止め下地。これで、じゃあプリクラ撮りに行きたいねって言ってたんだよね、うん、でもさ、ノアのベースメイクで、ママはもっと分厚く塗ってる。あ、これにコンシーラーとファンデなんだよ。ファンデそんなしない。イリュンのクッションファンデのサンプル良いよね、やっぱりさ、このさイリュンのツートップ全然違うもん、肌が。どこが気になる？ママって詳しくこういうとこ塗っちゃうけど。いいよ、塗って。とりあえずノアがやってるようなままでいいよ。みんなが気になってる部分がわかんないんですよ、ぱっと見気になる部分に。なんかこれを置くんだって。コンシーラーをちょっと塗って今気になるところがあったら、ね、置くんでしょ。私は置いちゃう。何叩いてんのいつも。何そのちっちゃいのそんなにガチガチ叩くの？ノアのベースメイクだからママの肌と合わない可能性ある、うん、とりあえず全部隠してほしい。隠れないんだけど。え、
や、暑くないこの部屋。長袖だもん。着替えてきてポーチっていうか、やっぱこのカラコン、自分で言うのもなんだけど、めっちゃ可愛い。もうさ、YouTube で歩いてるとさ、歩き方がさ、ちっちゃいと思ったって。そうそう、歩き方が一緒なの。ガニ股で歩いちゃうんですけど、肌感良いよ。毛穴を隠してる。はい、それ。本当に水含ませるの。いや、いいくない？よし、このファンデ、あ、いっちゃうみたいな。いいよ。何その色？ピンク？カラーファンデみたいな。でもファンデって本当に大事な日にしかしない、肌荒れそうだから、中性的にあるもん。どういうこと？こんな間近で見たらさ、そりゃあるよ、毛穴。凹凸の感じ、わかるわかるわかる。もうね、あるのよ、消えないの。いつも消えない？鼻がひん曲がりそうなんだけど。隠したいとこないの？いや、いっぱいあるよ、隠したいとか。いや、でもいいよ、別に脳から見て隠した方がいいなってとこだけでいいよ。マジで薄いんだよ、多分つけるのが。ママもこんなつけないよ。こんな押し当てんの？入んないかなと思って、ボコボコしてる。言い方。ママからパスパクる。アンディーボール。ちょいちょいパクるのよ、私のメイクの。私が新しいマスカラを買ってたと思ったの。古いのが入ってたの、開けたの。まさか脳が入れ違えたみたい。全部 LINE で送ってこないの？全部引きに来て。疲れちゃった。ごめん。入れ違えてなかったでしょ。私は多分入れちゃったの。一回脳は疑うって。私はいつもこの段階で終わりなの。結構ふかけてきて。めっちゃいい。青いコンタクトにはこれぐらい白いのが。どのあたりでこれチーク入れるの？今マジでチーク濃いんだよね、多分最初にやるとキモくなる。分かる？ここがないから。今の段階でさ、割と最後の方なの、チークは。これだからさ、私もう超入れてんの。最初めっちゃキモいよ、最初マジ不自然の。いや、そこやばいよね、なあの。これね、チーク。チーンだよ。チーンのやつがドンキに売ってるって言って買いに行ったんだよね。でもこれめっちゃいいってよく口コミ。シェディングいる？ママって。いるいる。どこに入れるんですか？ママはここ。ここに入れるの？ここに入れる。すごいね。ここは入れない。ここも入れる。ママさ、食いしばりのさ、エラがすごいの。このね。もうさ、顎とんがらせたくてここに入れるんだよ。ああ、なるほどね。とんがるの？え、やばくない？パパ。パパの頭。パパ下げるの？あ、やばい。ね、後で聞くからね。どっちが可愛いか。僕の質問に。前にやったご飯の。そう、後で聞くよ。これ正解なの？え、ここの境で。わかんないんだけど。欲しい？そうなの？振ってからすぐにこなしちゃっていいの？これをママは全部終わってからかけてた。それもやるよ。いや、でも綺麗。いいよ。私クリックしたの。ね、こっちの玉やばいの。お前の5倍取ってきて。やばー。すごっ。えぐ。普通にして。でかくなってた。どう？この間ね、ジジとババのね、めっちゃラブラブの写真が出てきて、なんか、あ、落とした？落としたよ。iPad 落としたの？この間、ジジとババのすごいラブラブの写真が出てきて、それを見た娘、ちょっと複雑じゃん？それを毎日見てる。ラブラブのとこパパとママが、え、パパとママそんなにくっついてなくない？おかしいんだって加減が。ちっちゃい頃さ、パパとママとさ、ノア3人でさ、間に挟まってノアが寝てたの。その中潜るじゃん。潜って何してんのかと思ってさ、一人で恋人つなぎして寝てるのいつも。何してんのって思って突っ込めないの。そう、絶対パパの足の間で寝てたの。でも朝起きたらノアもうどっけられて、パパとママがこうなって
ないパパが無意識に脳のこと溶けてるんだよ。ママがジジとババのラブラブな写真が出てきて、それを見ると複雑だって話をして、子供らはどうなんだって話なんか今事故ってるよね、すごいやばいから、これどうしてたらいい、目つぶした方がいい、目閉じてみて、最初閉じて、アイラインが描けなくなっていく、描けない部分が一部ある、 ここにね、わかるわかる、引っ張るんだよ、こうやって、はい、どう、やばい、今やばいことになってるマジでやばい自分のアイラインって一発なの、描いてみていい、うん、これをもうちょい長い、もうちょい太い長いの、え？これより？脳より長いよ、マジ？あ、でもいいや、脳も長いよね、長い、1センチは出てるよ、なんで、どうしてこう太くしたいの、ねえ、あえ、太くしたいの、脳太いよ、もう太くないよ、ここで、それで正解？もうそれでいいのこっちは？なんかさ、おたまじゃくしみたいなんだけど、おたまじゃくし飼ってるみたいじゃない？これ。いけてんの？わかるわかる。なんか違うよね。脳のが太いよね。脳の目の形？私が持ってさ、多分めっちゃ猫みたいに細いんだよ、うん。こうだもんね、脳。そうそうそう。ほらだって脳だね、うん、そのアイラインの形だと脳だもん、ママちょっと目が近いんだよ、あと、いやそこよ、開けちゃったどういうことどういうこと、二重の線を、わあすげえ、私めっちゃ濃くしたくなっちゃう、すごくない？いやこれ多分若いから許されてる、こっちやだ、見て目地出てる、あーそうなのこれね、しかもこれ溜まっちゃう、これアイシャドウ塗らないの、うん、塗らないの、分かって、いや私の目むずいね、むずいね、でもこういうことだよ、なんか崩れた、だって手めっちゃ当たってたもん、いや割りかし良くない、アイシャドウ塗らないんだ、これはどこに使ってるの、どこかつけたら、マスカラすればいいじゃん、見つかないでやるってむずいんで、これをこうやってやってよ、こうやってやるの、うん、これやばい、それやってそこだけ見せないでノアのメイクやってるけど、ノアの友達もこうなんだよね、ビューラーもう無理、ね、え、やだー、サミムシ最悪、最悪、そういう感じ、最悪、パパはサミムシだと、最悪、でかい、でかい、最悪、なんで木の子の中にいたハサミムシがキッチンの下に入っていっちゃった、でも上がるね、ちゃんとキッチンの下にハサミムシ、最悪、挟まれたら痛い、またまたストレス溜まるやつこれ、でもいくない、てぃたちスリッパ履いとけば挟まれるよ、出てきたら、前よりちゃんと育ってない、うん、前は毛がなくてイライラしてたの、うん、毛はあるよね、でもマツパセルフでやりすぎて今度傷んでチリチリで、そうなの多分今それにイライラしてる、まつ毛がチリチリなの今、すごい、でもまぶたが黒い、これもしや下もやる系？これだけ狙っておりやんか、見つかやべ、
何すげえ。これさ、ババにやってほしいんだけど。ママみたいにそんな綺麗にできない。綺麗だよ。コタバ。コタバ？コタバだよね。6？これ何？チーク足されんの？もっとすごいもんね。最後粉でチークするから。両方やってんの？うん。やばいね。こっちのまつげの取り散り方半端ないもん。やばいんだよ。だってやばいもん今の時点で。だから上がってるのと下がってるのがいいんだよね、うん、でも今回爪がないから痛くはない。家の中でも指輪してたよ。やりたいって言ったのさ。やりたいって言ったのにさ。みたいな。いいよ。真ん中伸ばしてみた。おーすごいいいよ。やっぱなんか張りがない、張りがないよね。アイシャドウ塗ってみようか、うん、ピンクなら塗るか。下かな。目尻に茶色入れてるわ、うん、そういうのそういうの。そこにピンク、うん、ピンクって上塗ると腫れぼったくなるよね。下はいいの？薄くね。うん、ピンクのシャドウ似合わないと思ってさ、でもつけたいなと思ってさ、チャレンジはするんだけど、なんか割と良くない？やだーやだーやだー。マジで下ビューラー本当に苦手。あるママのまつげないから、もうあれそうなものを頑張って下げて、うん、何何どうしてたらいいの。とんでもなくない、思ったよりある。こっち全くないんだね、この似合わなくないでも、うん、このくっつかないんだよ、ね、どこ？あと本当。無理やりくっつけてみるか。メリーだ。くっつく？なんか怖い怖い。ちょっと皮。すごい。若いな。メイクが。ここのクマがさ、クマと涙袋って壁一重だよ。やった指輪は。いつからクマってできるんだろうね。できないね。できないね。でも、空も寝不足っていうか寝るの遅くなるとクマできてる。ノアのもうちょっとここ白くない？クマやばいね。クマやばいよね。じゃあさ、クマだけ消そうよ。ちょっと大きくなったな。あれじゃない、カメラはそっちか。いやダメだ、クマが消えない。なんかただただ厚塗りになった。なんかね、うん、なんかドアの涙袋がおかしくなった。どうしたらいいの。怖いんだ、マジで怖い。持てない。綿棒持ってくるべきじゃない、うん、手足気をつけてね。綿棒やだ。手に関してはもうその先なくない？ないよね。毛がないよね。ノアの目尻に黒いのやつやばそう。もういいよ、やってやばいと思う。だってこう見ると別に張りがないぐらい、うん、めっちゃ白くないの顔だからマジでそっくり、マジでそっくり。邪魔。結構内から入れんだね。あとチークとハイライト。やばい、夜ご飯やんなきゃ。何以外に？その強いんよね。鼻真っ赤がいいんだよ。おいチーク？鼻真っ赤がいいのは。これは前回なかったよね。
顎に赤いのは何のあれなの？わかんない。寒くて可愛いみたいな感じ。そう。寒くて可愛い。わかんない。わかんない。一個一個ついていくよ。ずっとこうやって。うん。この風。この風。6時台のうち。よく。で、まあ、もうこんぐらい。ねえ、なんかさ、全体的に当たりが強いよね。ここがで、なんか、え？なんか、大丈夫そう？大丈夫そう？今、え？なんかノーツダメなんだって入れたら、ここへっこませてほしいんだけど、ここやばくない？濃すぎだね。そこいらないんだよ、絶対ママ。ノーのメイクだよ。こんな入れてんの？うん。そんな入れてなくないの？だってそんなじゃないの？いや、そんな。いや、ママが多分元が、私だってでもそんな入れてないよ、うん、やっぱ似合う似合わないはあるよね、いろいろ。でもノーのメイクじゃない？うん、今ちょっと開けて、あ、これ気をつけて。え、やばそう、なんか出てきたよ。あれない、あれない、もう割れてるじゃん。うまくない？今うまくない？マジで酔っ払いみたいになっちゃうんだけど、うん、37歳にはダメなんだよ。あれ、ノーのメイクじゃん。もう37になる。ちょっとノーに似てる？メイク一緒なんだけど、目だけ、目が似てる。目は一緒なんだ。これ線やったら変わんのかな？え？え？今の？これはやばい。これを修正するさ、やり方あるよね。もう酢しかなくない？それ、水を含ませた。あ、これどう？水含む。ちょっとキノコの要素があるんだけど。待って、やだ。キノコ汁。水を含ませたなんかでギュッて押すみたいな。それこそこういうのかけて。リップこれ、うん、やだ、そのオーバーリップ。え、オーバーしてないよ、ちゃんと唇に塗ってるよ。全然似てない。いや、全然似てない。どうして？でもノアのメイクじゃん、うん、自分で見ても分かるでしょ。いや、分かる分かる。目はノアなんだよね、多分。目は一緒？セイから見てもカラコン入れる。カラコン青ね。こう、こうやってみたら、ノアなんかこうなってる。あ、ほら、やっぱノアのが切れ長なんだよ。ノアはこうで、ノアはこうなんだよ。どっちが可愛い？前まではまだノアの方がマシってことでしたもん。可愛いって聞き方が悪かった。どっちがいい？マシ。マシじゃない。どっちがいい？どうしたらいいの？ちょっとこう、なんか隠せばいいのかな。前髪もう止めちゃう？逆に。どうなの？やべえな。これはやべえ。これ前髪ちゃんと下ろした方がいいの？こう見たら違和感ないよ、いつものまま。え、いつものまま？遠目だと？なんか違うよね。全然違うよ。ノーマルで。普通に言われてみなきゃわかんないけど。わかんない？全然違う。どうやってやんの今のポーズ。中にしかやらないしな。これでクマを隠せばいいのか。悪くないけど、似てる？目の形だね。加工が似合わないんだよ。そう、加工が似合わない。似てない。似てない。こうやっちゃえばいいじゃない。あ、これどう？ここまでいったらもう誰でも似てる。悔しいね。いや、でもこう見るとわかるよ、ノアのメイクだよってことは。ただやっぱノアだから成り立ってるんだと思う。光やばくない？光さ、浴びちゃう。浴び方の問題でしょ。どの、こんぐらいじゃない？いや、ダメだね。なんか今日、違う、前髪がダメかも。前髪のせいにしてるけど、うん、これをちょっとママがいつものメイクをちょっと入れたら成り立つんかな。ここが黒いんだよ、多分。鼻の部分、ここなんか黒いの入ってない、線が。の鼻黒い？の鼻なんか、ディスられて、ディスられて。ノアとママ鼻違う？違う。セイの鼻は誰なの？ノアなんか。ノアの鼻。ノアはなんかこうやって、こうなんか、こうやって。ママ。ママ。やだ。夜ご飯やんないと。でもさ、ハサミ虫出てくる。あ、そうじゃん。マジで嫌なんだけど、ハサミ虫。どうしよう。本当に挟まれんのかな？ハサミ虫って。ハサミ虫が出てこないことを願いつつご飯を作ります。ノアの今日の下まつげマジ綺麗だよ。いや、めっちゃ綺麗。親がこのメイクしてたら嫌だ。嫌だよね、これね。なんか若いよね、やっぱメイクの、うん、ママが一番いいと思うところ3つ言って。マジ家事して、家事をしてくれる。マジ家事をしてくれる。料理うまい。うまい、イエイ。見た目はうまい。この間、毛穴そうだよね、毛穴がないとか言って。そうだよ、面白い。
面白い、ね、面白いとこある面白い、いや今もうほら困っちゃってる。ノアのいいところ、はい、ノアのいいところ、はい、3つ、笑い方面白い、笑い方、あはい、お菓子作り、お菓子作り、うまい、努力じゃない、そんなない、ノア、いつものママ見てるから、前髪、でもどうなの、いつものママ見てるからママって感じで、前髪ちょっとちょうだいよ、その 前髪とやろう、その無理私の黒粒持ってこい、よくもう行っちゃったしね、パパ嫁が、嫁がさ、うん、いやでね、ママの脳に似てる、脳のメイクしたの似てる、似てる、どっちが可愛い、それ質問すんの、メドリスいいでしょ、どっちとも言い難いよね、が好きって言い方はあれかもしれないけど、どっちがお好みで、全然どっちも違う、確かにセイは嫌いだよね、セイはすっぴんが好きなタイプだから、結局マジで誰でも何も言ってくれなかった、じゃあパパを突撃、突ってくる、ずるいだから食べない、パパさんがサウナに入っております、どっちが可愛い、どっちが可愛いなので2人とも可愛いよマジ言わせてるわ、よいしょ、とりあえずパパからは2人とも可愛いよっていう雑だね、はい、どっちが可愛い、どっちが可愛い、いいじゃあどっちもノアのメイクしたのママにおじゃとりあえずご飯にしたいと思います、ノアちゃんのメイク第2弾撮りました、でもちょうど1年ぐらい撮ったんじゃない、大して変わってなくて、多分ノーズとチークが違うぐらいで、まあ、ノアのメイクしたの、メイクしたわ、笑われました、雰囲気は似てるけど形が違う、コア見て、ママの顔見て、どう、かわいい、うん、ノアとママの顔見て、はい、同じどっちかわいい、どっちもかわいそう、かわいそうだな、ノアとママの目々一緒、うん、一緒怯えてるとりあえず、セイもソラも何も言ってもらえず、じゃあどっちでもいいよ、どっちでもいいよ、一番ダメだね、どっちもいいよ、一番ダメだよ、だから思ってないはい、ということでとりあえず1年ぶりぐらいですかね、ノアにメイクをしていただきまして、やっぱりあんまり良くないっていう感じですね、ということでパパからはどっちも可愛いよっていう、セイも結局どっちも可愛いよ、そんなこと言ってない、どっちでもいいよ、どっちでもいいよ、ね、感想をいただきました、すごくゆるっとした動画でしたが、この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますはい、ということでまた次の動画でお会いしましょう、バイバーイ、ご飯に作りまーす。